皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は船旅ファン必見のパン屋さんの紹介をいたします。日本丸や富士丸、新桜丸で約30年間パンやデザート作りを担当してきた内田浩二さんが、2021年11月に開業したパン屋ハーバーベーカリー105、横浜港大桟橋から徒歩約30分、車で約10分、地下鉄ブルーライン坂東橋駅から徒歩約5分、横浜橋通り商店街の通りを曲がってすぐに位置しています。外には焼きたてパンの上りが立っています。店内に入りますと、目の前にはレジカウンターと厨房内に置かれたパン、そして当社でもおなじみのプニップクルーズ中村さんが描いた日本丸の絵画や日本丸コースターが置かれていました。現在は5種類の食パンが販売されており、お店の名物は長さ約35センチ、高さと幅が8センチある細長い食パン、棒食パンです。プレーン、チーズ、くるみバターの3つの味があり、一度食べたら止まらない軽やかな口当たりと上品な味わいで、すでにリピーターもいらっしゃるそうです。他にも和三棒食パンとレーズン食パンを販売しており、上品な甘さで何枚でも食べたくなる美味しさでした。いずれも売り切れになる日もあるということですので、お早めにお出かけください。客船時代に焼いていた棒パンスタイルの食パンが一番人気で、レシピと食材は違うが、長年焼いてきたパンの一つなので自信を持って提供していますと語ってくれました。内田さんが作るパンをお楽しみいただいた後は、実際にクルーズにご参加いただき、日本丸船上で振る舞われる焼きたてパンと味比べしてみてはいかがでしょうか。日本丸クルーズ好評発売中です。詳しくは概要欄をご覧ください。海へ、旅へ、クルーズへ。クルーズのことなら豊かクラブへお任せください。